ソンポホールディングス、ソンポケアラビーレのクリスマス、いくつになっても楽しいことにワクワクしたいんです。ランチコースのメインはビーフステーキ赤ワインソース。クリスマスにはごちそうを食べてもらいたい。楽しくやってます。いらっしゃいよこっち。うだるような季節に始まった企画、一年中食事だけ考える社員が腕によりをかけたクリスマスメニュー、採用するかしないか担当役員が判断を下す定例の試食会。社長もメンバーの一人です。この日は10品、試食は2時間続きました。食べること、そんな当たり前が高齢になると時に難しくなります。まさこさん、お口開けてください。食事を楽しみにしている人でした。また好きなものを食べてもらうため自立支援メニューを作りました。で、酸っぱい時はやっぱり酸っぱいお顔をするので眉間にシワを寄るので、今日は調子が悪いとかいいとか分かります。ここには優しさと思いやりを隠し味に食事を作る料理番がいます。ソンポケアラビーレ富士見野の午前10時、キッチンで昼食の仕込み、48人前。衣は直前にまとわせカラリと揚げる。食事は目でも食べる。季節の野菜と炊きたてご飯で色鮮やかに。日替わりで1日3食を欠かさず賄います。食事が元気の源。キッチンスタッフのアイデアで一品増えることもあるんです。春らしいのって、新じゃががちょうど買いに行ったら。入社8年目、田中幸子のこだわり、ここは本当に生活の場でお家のご飯と一緒だと思うので、あ、なんとかさんのおでん今日魚食べてないちょっと残されるとすごいショック聞くのに勇気がいるけれど料理の評価は大事にします。本当に ね、残したことないです、ご飯一つも喜んでもらえること、それが田中さんの張り合い。リンゴだけでも食べた。栄養管理が専門の社員がいます。入社4年目の管理栄養士、キラ真由美。パン耳硬いですか？朝食で食べ残したパンが目に留まりました。毎回こうなのか、それともたまたま半分残したのかっていうので、何か原因があるのかなっていうことです。食欲不振の原因はデータから分析。ずっと間食されてる方だったんですけど、朝食最近になってガーッと落ちてる方です。全体的に毎日の食事量を追いかけたグラフ。月に一度の栄養カンファレンスと呼ばれる会議、ホームのメインスタッフが顔を揃えます。副食6割ぐらいしか召し上がれていない、入居者全員のデータから一人一人の食事スタイルを導き出します。食が細くなった入居者の自立支援のためオリジナルスープを作りました。栄養満点のスープが食事の楽しみを思い出させると願って。本社に毎日届く声があります。その声は議論の的。
全国115のホームから料理の内容についてあれやこれや。例えば付け合わせでキャベツが続きます、ご検討ください。キャベツじゃなくてレタスでした、これでもあんまり献立としたら良くない。まだいいよ、付け合わせキャベツで討論開始。連続しないとこぐらいを避ければ、昼に出て翌日の昼に出ても、ね、遜色ないと思うんだけど。メニュー開発を担う元フレンチシェフ相原慎吾。与えられた課題は塩分 2g 以下で新しいメニューを作ること。小さじ1杯の塩が旨味の決め手なんですが、メイン料理のトマトソースに一手間、インゲン豆のペーストを混ぜ旨味をそのままに減塩。鶏肉自体も、塩コショウ少なめにして、あとカレー粉とオリーブオイルでちょっとコク出しっていうか。塩分何グラム？1.9 グラム。がんを気遣う新しいメニュー、塩の代わりに優しさを一振り。ただいまより第3回料理コンテストを開催いたします。損保ケアラビーで錦糸町全国のキッチンスタッフがオリジナル料理を競うコンテスト、応募総数は142。ラビーで湘南平塚2番の和垣さん、よろしくお願いします。この日は最終選考に残った9作品のプレゼンテーションが行われます。社長以下6名が審査員。そんな一皿をと思い考えました。来る日もホームで調理をする社員たち、入居者への思いがこもったメニューばかり。ソープケータラビーレ富士見野の田中と申します。あの田中さんも料理コンテストのファイナリスト。作品は白あんで作った桜をあしらったデザート。甘いだけではなく3つの味を同時に楽しんでもらう、春にちなんでバイカゼリーと名付けました。今回酸味と塩味を感じられる、そういったおやつを提供することで普段のお食事にバリエーションができるのではないかと思い作成しました。損保ケアラビーレ富士見の桜の頃、お昼も特別お花見気分のお弁当。はい、デザートですよ。はい、食後のデザートはバイカゼリーでした。料理コンテストで最優秀賞を勝ち取った一品。酸っぱさと甘みのハーモニーが絶妙。田中さんに料理の評価。表彰されました。あなた、そうです、はい、これからも一生励んでください、はい、ありがとうございます。ホームのためにも、はい、ご自分のためにも、はい、頑張ってください。ありがとう。今日はいくつになっても美味しい食事にワクワクしたいんです。今晩は大人気のお刺身。